グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。なでしこジャパン0、1イギリス女子代表東京は2020グループ E 第2説、東京五輪東京オリンピック2020、コサッカー競技グループ E 第2説、なでしこジャン、日本女子代表対イギリス女子代表が24日にホロドームで行われた。 なでしこジャパンは0、1、敗戦を喫した。首相の熊谷咲が試合後の、イタビューに答えた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試しみ、中、初戦のカナダ女子代表戦は1、1のドローに割ったなでしこジャパンは、イギリス女子代、相手に勝利が欲しいところ。前半は0、0でおり、菅。 74分にエレン・ホワイトのヘディング誌とが決まり、イギリスに先制ゴールを許す曲、このゴールが決勝点となり、なでしこジャンハレー、一の敗戦を喫した。なでしこジャパンは、灘戦に続き2試合連続の札幌ドームでのみ、札幌は、首相の熊谷にとって、生まれ故郷であ、自身が生まれた地でプレーできたことにつって熊谷は、本当に、特別なものがありましたし、からこそ、 今日勝ちたかったなというところ、正直やりますけど、本当に代表のユニフォーを着て、自分の生まれ育った場所でプレーで、ることはすごく光栄でしたとコメントした。ミを戦って、勝ち点1の、ナデシコジャパンはグループ3位。3位で通過するには、グループ F の3位との、層になるため、最終節のチリ戦で勝利が欲しい頃、チリ戦に向けて、熊谷は、 とにかく、地リ戦向けて、もう本当に、勝ち点3を取ることだけ考えてやっていきたいなと思っています、と意気、んだ。また、グループ最終節の地リ戦は、高校時、に育った、常番儀学園のある、宮城県仙台市の白スタジアムで行われる。このことについて、谷は、なんというか、そういった運命じゃない、すけど、本当に、 ゆかりのある場所で五輪が出るって夢みたいなことですけど、本当に宮城は勝利ができるようにチーム一丸となってい準備していきたいと思いますとコメントだ。運命の地理戦は27日200 20キックオフで行われる。<music>